ぞ。Yeah!
はじめちゃん。はいお決めんかい。上様、やつが例の賊にございます。見ればわかる。太刀を持て。はっ。恐ろしく手だれの者たちでございます。たった二人でここまで。その方、何が目的だ？あんたが徳川将軍か。なるほど、俺の顔も知らんか。だが、たった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いはこの慶喜の首か？いえ、俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、この国を救うためです。たわけが！賊が偉そうに何を抜かすか！お前は下がっている。お前たちも手を出すな。上様。徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊はこの俺に国を救う話を聞けという。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さん。
それが上様のお望みなら。遠慮は無用だ。お前も国を救うというなら、それに準ずる覚悟もあるのだろう。だが俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんでな。行くぞ。あなたを切ったところで徳川は滅びない。頭をすげ替えて存続するだけだ。今それを倒すために勤皇派が戦争の準備を始めている。薩長同盟のことを言っているのか。そのことはご存知なんですね。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。今その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。そいつは最新式の武器を船で運び薩長を倒幕に焚きつけている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。もういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。今日本人同士で争っている場合じゃない。だがお前も薩長の一味なのか。俺は日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。これは上様、こんな賊の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に切られるだけだ。もちろんお前もな。そんな。おう、くっちゃ済んだね、はじめちゃん。こっちももうすぐ済む。対数奉還。
この俺に徳川300年の幕を引けというのか。それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え官爵を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う？混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、なりませんぞ。そんなことはどうか冷静なご判断を。その方、名を何と申す？土佐藩士坂本龍馬。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどえらいことやったんとちゃうか？さあな。ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。まさか徳川が政権を返上するとはな。こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。少し面倒なことになったな。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤はじめ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。まあいい。薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟、幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包む倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。今日本人同士で血を流せばこの国を異国の侵略から守る者もいなくなる。龍馬は沖田総司と共に江戸城を襲撃し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止。同時にそれはもう一人の坂本龍馬への宣戦布告でもある。その報復がどのような事態を引き起こすのか、龍馬はまだ知らない。
じゃあ、そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。ミブロメ、とうとうやりよった。無茶苦茶にも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これがミブロ新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。いや、女か。おったんか。いや、だが置き手紙があった。もう避難しているらしい。ほなら、まあ一安心ちゅうとこか。したら、やることは一つやな。ああ、近藤を探そう。ほな、行くで。どないしたん。ほら、早行くで。しかし、えらいことになっとるの。どこ行け。今日の見回り組の佐々木班で、こんなに何の用や。何の用かやと。決まっとるやろ。お前ら新選組が火つけて回っとることは分かっとるんじゃ。何が目的か知らんけど、この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分。くそ。やったれ。本気で行くで。Yeah!
だ来るんかい。こんな暇あったら火消せんかい。逃がすか。くそ、キリがねえな。しゃあない、他はわしが引き受けてるから。はじめちゃんは勇みを探すんや。ええな。わかった、頼んだぞ。任しとき。さあ、わしが相手したるからかかってこいや。隊長、この辺の家の金目の門はあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。おめえら、この辺の家も全部燃やしちまえ。待て。なんだ、斎藤か。春田、お前何をやってる。今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が今日の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えちまうんだ。灰にするよりいただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえですってことだよ。お前、剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかっての。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだろう。なら一ついいことを教えといてやる。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長倉でも局長でも俺だよ。なぜそう言い切れる。そりゃあな、勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからな。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいね。行くぞ、サイズ。
ちょっとくらいねえのか。俺の腕前はどうだったとか言い残すことはよない。なんだよそれ。坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。ちょっと待て。助けてくれ。サイダサイトか。大丈夫か。何があったんだ。俺としたことが切られちまったよ。いや、お前こう思ってたんじゃねえのか。俺が京に火をつけたってよ。あんたが新選組に命じたんじゃねえんだな。今度あんた誰にやられた。
わからねえよ。だがその男にお前に伝えろと言われた。御所で待つと。御所だと。奴の狙いは帝だ。今日の町を新選組の手で焼かせて、その隙を狙って帝の命を奪う腹だ。帝の命を。もしかしたらあの男がもう一人の坂本龍馬なのかもしれねえ。大政奉還がなった今、連中は焦ってるはずだ。幕府側の俺を帝暗殺の犯人に見せかけて、幕府と朝廷の戦争を仕掛けるのが目的だろう。じゃあ新選組は利用されたというわけか。皮肉な話だな。京の町を焼こうとして京に登った俺が坂本龍馬という男に出会ったことで京の町を守る道を選んだっていうのによ。結局最後は京を焼いた男として歴史に名を刻んじまうんだからな。しっかりしろ。これまで頼み事ばかりで、あんたには何一つしてやれなかった。だが、最後にもう一つ、俺の頼みを聞いてくれ。なんだ？この手紙を、都市に渡してやってくれ。近藤勇、最後の策だ。最後。さあ、あんたに会えてよかったと思ってる。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。今度さ、俺のことはもういい。それより御所へ偽の坂本龍馬を止めてくれ。日本を頼んだぜ、坂本龍馬。俺も近藤勇という男に出会って変わっちまった。東洋のおやっさん、それにあんたから託されたことを誇りに思う。俺は必ず俺のやり方であんたたちの意志を継ぐ。坂本龍馬としてな。走れ！
久しぶりです、ヒット。お前がもう一人の坂本龍馬だったのか。その顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに武智先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、伊蔵。どうして俺の名を語り、こんなことをしている。どうして武智を裏切ったんだ。武智とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った、私が。ああそうだ。新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で武智は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることもその後のことも全て最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは私が武智さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと、そう思ってるということですか。ああ。本当に？何が言いたい。あなたは嘘をついている。心の底では武智さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお武智さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない、そうなんでしょう。あなたは怖がっている、真実を知ること。いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。